Welcome to Angura, where we take a deep dive into Japanese underground music. In this episode, we're going to meet HARU NEMURI, whose powerful rap, poetry, and spoken word music has made waves both in and outside of Japan. Outspoken, overtly political, and characterized by an honest cry for love, she is a truly unique voice in Japanese music. Having already toured North America twice, as well as Europe and Asia, she is a frontrunner bringing a new sound of Japanese music to the world stage. She released her second full album, Shunkuri Ogen, in 2022, and has multiple overseas tours planned for 2023. But between that hectic schedule, I managed to sit her down for an interview. Let's go and meet HARU NEMURI. めっちゃ遡ると親が習わせてくれたクラシックピアノなんですけど、そうこういう西洋っぽいポップスに興味を持つきっかけになったのは、多分日本のその J ロックみたいなやつが始まりで、中2とか中3とかでそうバンドっていうものを存在を知って聴き始めたのがきっかけかなと思います。最初にやってたユニットがバンドっぽいやつ でギターボーカルの子がいて、私をシンセサイザーみたいなトラックメイキングをしてたんですけど、それをまあやめるというかお休みすることになって、でボーカルを失ったから自分で歌わないといけないじゃないですか。けど歌下手すぎてちょっとって感じのなんか実力だったので、何かでも自分でできることないかなって思って、消去法で行き着いたのがポエトリーラップ。接着ボンド貼り付けた夏休みの工作みたいに下手くそな手つき、柔らかい部分を閉じ込めてナイーブごっこじゃ救われないよね。それまでこう生きてきて出会ったしんどかったこととかの、まあ、全てが原因だと思うんですけど、音楽始める前はなんかこれが嫌だとかあれが嫌だとかをあまりなんか言えない子供ですごい従順に育ってきたので、なんかその怒りがもうある地点でバーンって爆発しちゃった時があって、愛と怒りのファンファーレ命の土壌で響き渡れ、爆発してから初めて、あ、私ってめっちゃムカついてるんだとか、これ悲しいんだみたいな、いやその悲しいこととかそのしんどいこととかのなんか原因が私だけにあるわけじゃなくて、例えば社会の構造とかにあるんだなっていう風に、まあ、勉強していくうちに思って、個々の事象として分け隔てられてるのではなくて、なんか全部こうつながってそういう風に悪い循環が起こってるんだっていう風に思うようになってからは、結構そのことについてずっと書いてると思います。資本主義死ねって気持ちかもしれない海外のアーティストの注目を集め始めたんですか？すごいなんか有名な音楽批評 Vlogger の方がいらっしゃって、アメリカのその人がそのファーストフルアルバムをなんかレビューして評価を高くつけてくれたので、なんかそれですごい最初バーって増えました。アンソニー・フロント。そうそう、メロン大震災の夜でさえ僕は孤独を知らなかった。海外行くとやっぱお客さんがそのライブを楽しみに来てる自分みたいな感じなんですよね。私は主役はあくまでも自分みたいな、なんかスタンスで楽しみに来てくれてるから、こっちがこう感情をバーってこうあらわにしてても、まあなんか向こうも感情をあらわにしてくるみたいな方がまあ多いのかなと思って。でも日本の方は結構その
鑑賞しに来てる方がすごく多いなって、まあ、どっちも別に全然いいんだけど、一緒に楽しんでくれたらまあ嬉しいって感じ。夢を見よう瞬間でもない幻でもないこのバカみたいな世界の真ん中で僕の孤独も君の寂しさも分かり合わなくていいから同じ夢を見ようずっと夢を見よう大震災の夜でさえ僕は孤独を知らなかった生きる死なないでずっと音楽作ってたいなって思ってでたまになんか自分がそれまでやってきた経験とかがなんか役に立ちそうなあの下の世代の人がいたら
渡せればなって思うし、まあ、それくらい自分は本当に続けたいって感じです。ずっと音楽作ってたいなって思います。僕は僕のままであるだけ。